さんハート500個、ピロシさんハート、鳥取太郎さんお使いギフト、ターさんかわいいギフト、ライディーさんかわいいギフト10個、おいでませ元気さん、くまありがとうございます、あすかさんハート、西エヌピーさんリース、なんかリースのやつ、ハイズさんバラ、トシヤさんバラ、ありがとうございます。ちょっとご飯を食べさせていただいて、ちょっとね、まだね、さっき帰ってきて食べきれてないんですよ。ビールはどこに置いてきたかな、お話し会の場所かな、もう弁当のメールは来たかな、うん、来てますね。ともゆきさんハート、オカピーさんクローバー、中野さんパラソル4つを、金丸さんお疲れギフト、ゆうちゃんハート、ライディーさんクローバーたくさんありがとうございます。ファギュアは口直しなんですね、初めて知りましたね。それはそう、ゆかりご飯、そう、夜のお弁当はゆかりご飯だったんですよ。ゆかり何気にふりかけの中でも1,2 を争うぐらい好きなんですよ。矢島さんハートありがとうございます。黒蜜きな粉いいな。いやでもね、黒蜜きな粉ね、さらあんまり得意じゃなくて、南にあげた、南ゆりなにあげました。他はゆかりのふりかけか、あとわかめのふりかけが好き、炊き込みわかめみたいなやつ。そう、あ、でもなんか鮭フレークみたいなやつも好き、なんかあるじゃないですか、鮭フレークみたいな、ちょっとあのしっとり系のやつ。ほうこさんハートありがとうございます。今日はお弁当普通に一つずつしか食べてないですよ、昼と夜。そんなね、あ、今日はあんまり食べる時間がなかった。
サムソンさん可愛いギフトありがとうございます。あとは何やっけ、あれ多分あれもワカメかな、なんかあの硬い、硬いじゃない、しなしなしな系のフレーク系のワカメも好きです。炊き込み系の硬いやつも好きやけど、ゆかりは広島の会社？え、そうなんですね。今日顔が可愛いの天才なので、ありがとうございます。結局ね、白米が好きなんですよ。アルバム作りで忙しかったっていうよりは、でもね、あのアルバム全然進まなかったです。あ、ビューラー見つかった。今日はね、ジュヤさんハート、吉田さんお疲れ、ギフトありがとうございます。今日は今日は何の話しとったっけ、何の話しとったっけ、あ、そうそう、今日はもともと一部、1時間目とか2時間目の間はだいたい休憩10分しかなくて、そうやけん、まあ10分じゃ食べれないので食べる暇なかった。今日は続けてあったのでね、ミツさん、トトリ太郎さん、サーティーさん、クローバーありがとうございます。そう、今日は9時過ぎまであったけん、そう、アルバムも全然進まんかった、思っとったよりも。そう、アルバムのためにちょっと早く行ってはいるんですけど、作ったけど今日白飛びするグレーやけんか、お弁当のメール楽しみ、おお、それは良かったです。明日のお弁当は何だろうな明日のお弁当は何だろうな、ふりかけなくなった、追いふりかけ、普通に家に
ードは大丈夫多分。ゆうちゃんお疲れギフト、ヨッシーさん、としやさん、すけさん、あとありがとうございます。結局ご飯が米、もう白米が好きなんですよ。ディネさん、バラコシェのモテ高田さん、ありがとうございます。おえふりかけは初めて言った普段着てそうな服、着ないですよ。この感じは普段は着てそうで着ないです。もうなんかだって結婚式でも着ていけそうじゃない、この服。そのくらいの、だってこれでコンビニ行くのちょっと恥ずかしいもん、逆に。めっちゃなんか気合い入れてきた人みたいな。白米美味しい。しかもさ、冷たいご飯が好きなんですよね。熱々のご飯よりもお弁当の冷めた冷たいご飯が好きです。抜け出してきたと思われそう。そんなに、お腹鳴った。そう、なんか雑誌とかさ、ちょっとした何かの衣装とかでありそう、私服風衣装とかでありそうな感じ。でも冷たいご飯好き。消火栓さん、なんていうのこれ、消火器、消火栓さん、ハートありがとうございます。そう、これ地味によく見たら透けてるんですよね。米の炊き方はやばい方が好き。お粥とかも好き。なんかめっちゃ仕事にする。18分、並べのお礼配信は後日しますね。書いたのは書いたけど、まあ後日しますね。そう、話し会やったらね、あんまりなんかその服の細かいとこまで見えないんですよ。ビューラーがないから。
そうツーショットが今日あったけん、なんかサラのこの服装を見て、なんかスーツみたいなのに着替えてくれた人何人もおった。清掃というか、そう。コンビニのおにぎりがたまに硬すぎる。もうかな。そしたらコンビニのおにぎりは海苔がついてるおにぎりあんま好きじゃないので。海苔がついてるおにぎりはあんま食べないです。いつも海苔がついてるのは食べない。なんかチャーハンのおにぎりとかそういうの、そっち系なら食べる。あ、でも納豆巻きはいけるな。なんでやろ。三角の海苔がついたおにぎりはあんまり好きじゃない。なんか逆にこういうしそわかめみたいなやつの海苔がついてないおにぎりが好き。同志はいますか。同志は海苔ないやつ結構あるよ。こう袋に入ったやつよくある。鮭のやつとかも結構ある。ゆうちゃんバラ、岐阜の菅さんお使いギフト、ライディンさんハートありがとうございます。味噌おにぎり？何それ、そんなのあるんですか。味噌おにぎり聞いたことない。何、味噌が入ってるんですか。聞いたことない。最近海苔が高かったから海苔がないやつが増えた。全然あり、全然あり。にぎりの海苔はパリパリ派しなおしなは、もちろんパリパリ派。ミシェヌピーさんハート、関千さんクローバー、みやびさんかわいいギフトありがとうございます。たらこが一番好き。わかりみが深い。結局明太子とかたらこが一番おいしい。周りに味噌が塗ってある。へえ、そうなんですね。あ、そうじゃん、フラワーフェスティバルどこで配信あるの。
これ配信あるやろ。YouTube？ YouTube？ じゃあみんな見れるじゃん。いいことですね。フラワーフェスティバルで検索したらすぐ出る。あ、これ STU の公式には載ってないんか。じゃあ皆さんそうしてください。そう、教えよう教えようと思って知らんけん教えれんかった。全世界で見れる、確かに。フラワーフェスティ、あ、これ、あ、これね。フラワーフェスティバルってしたら出てくる、ね、5月3日フラワーフェスティバルの、あ、本当だ、予定みたいなのが入ってますね。5月3日9時45分から始まるのか。18人が待機中って書いてある。何時からかな。5時、5時ぐらいじゃない確か。お腹が鳴る、消化されとる。多分5時、17時ぐらいかな。注目ポイントはまあ出てき、まあ、うん、頑張って見つけてください。人数多いけん画面映るかなって感じやけど、これね、なるほどね。話からありがとうございましたって。そう、今日はね、結構初めましての方も結構来てくれた。現地に行けば音だけは聞こえ、それはもう感染対策の意味がないから来ちゃダメだよ。マイキさんハートありがとうございます。台湾チームさん星ありがとうございます。かな、最後の一口を食べましたら終了。糸ちゃんモンキー、鳥取太郎さんモンキー、中野さんネズミ、王さんかわいい人ありがとうございます。何の拍手、あ、ごちそうさまっていう拍手ではない。あ、そう、明日あずささんも確か出とるよね。フラワー話せるかな、話すタイミングがあるかな。マークズ3号さん、ネズミ10匹ありがとうございます。
お話し会の待ち時間長かった。まあでもそれ人に多分タイミングにもよると思うんですよね。今日の服どこのブランドなんやろ。どこでしょう。わからん。あずささん、でも久々すぎて会っても話せんかもしれない。背中を見ないとわからないので、わからないですね。実際の話すると綺麗だけじゃなく可愛かったですって。あら、それはどうもありがとうございます。明日天気、よかった。それはよかった。それはよかったです。雨だと気分も落ちますからね。無観客で雨はテンション下がる。市民何やったっけ、市民球場跡地やったっけ。そこも初めて行く。市民球場かな。5月3日。本当だ、降水確率ゼロ。いいですね。いいことだ。天気がいいのはいいことです。消火栓さん、消火器さん、かわいいギフト。ケンさん、クローバーたくさんありがとうございます。うん、あ、そっか、でも明日あ、そっかそっか、明日もうゴールデンウィークか、祝日か。平日じゃんと思ったけど祝日か。じゃあ夕方の5時でも見れる人は多いんですね。そうだ、忘れとった。ゴールデンウィークってこと。スタジアムができる前の球場。そうなんですね。そう、明日日焼けをね。じゃあ晴れなら日焼けをしないように気をつけないとですね。ズキンさん、ハートありがとうございます。サッカースタジアムになる予定なの。へえ、そうですね。去年のゴールデンウィークは何もなかったけど、今年はあるので、配信とかオンラインがあるだけでも良いことですね。何しようとしてっけ。
そう、今日ね日傘を持って行ったのに風が強すぎて風が強すぎてもうやばかった。もうさせたもんじゃなかった。お腹が鳴る。消化されてます米が。あ、ご飯食べ終わった。忘れとった。一歩ずつ前に進んでるねって。そうですね。良きことですね。ちょ、何かを見ようと思ったのに忘れてしまった。そして夜が寒い最近。分からん、最近じゃないかもしれんけど、ずその夜外に出ることなかったけん知らんかったけど、そう最近はお話し会で、最近って言っても昨日と今日やけど、お話し会で夜に帰ってきたら、外歩いたら寒い。今日まあ割と広島昼でもちょっと寒かったけど、関東で氷降ってた。そんなことある？そんな寒い。明日も風強いんかな。前髪ガチガチに固めると飛んでいってしまう。そう、今日は寒かった。40分ぐらいになったらランキング読もうかな。そしたらね、久しぶりにちょっと早起きなので、まあでもメイクしていかんでいい日はね全然問題ない。おいでます元気さん、バラ、王さん、ハート、岐阜の菅さん、ファイト、ゆうちゃん、クローバー、セリアさん、クローバー、王さん、バラ、ありがとうございます。いやメイクはそんな時間はかからないよ。全然30分もかからず終わるけど、なんか起きてすぐの、起きてすぐってまあ人間多少むくんでるじゃないですか。その起きてすぐの顔にメイクしたくないんですよ。なんかそう、起きてすぐやったらまつげの上がり悪かったりするし、そうなので、ちゃんと起きて1時間ぐらい、最低でも起きて1時間ぐらいしてメイクしたいんですよ。さらお話し会とかやったら、お話し会の集合時間から2時間ぐらい逆算しておきんといかんけん、そうメイク線でいい線でメイク行ってからのメイク時間があるときは全然楽というか、起きて、まあ、まあ最悪5分前に起きてもそう間に合うので。明日21人編成なので、
まああんまり映ってるかどうか分かりませんが見つけてください。画面の端でも隅でも真ん中でも。ともゆきさん、ニシェンズピーさん、かわいいギフトたくさん、ピロシさん、リースありがとうございます。そう、体、目を起きさせないとちょっと違うのでね変わるんですあ、ブログ載せたので、更新されたので、ぜひ見てください。ちょっと短めやけど、すっぴんでも問題ない。それは問題ある。それは余裕で問題あります。ではそろそろランキング読みたいと思います。48位広島校パセリさん、24位関仙さん、13位甲子園の法廷高田、32位王さん、11位シマンチュさん、10位ピロシさん、9位リネさん、8位ゆうちゃん、7位おいでませ元気さん、6位ケンさん、5位台湾チームさん、4位マークサンゴさん、3位セディアさん、2位ニシ NP さん、読んだっけ全部ちゃんと。1位ライディーンさん、ありがとうございました。それでは明日はフラワーフェスティバル、フラワーフェスティバルの公式アカウントの YouTube から見れるみたいなので、5時ぐらいかな、なのでぜひ配信で見てください。では終わります。ありがとうございました